保有資格30個目の紹介は、おつしゅ第3類危険物取扱者です。取得費用はいろいろでだい5000円ぐらいです。これが危険物取扱者免除です。取り扱える危険物は、自然発火性物質と金水性物質です。おつよンなどの資格がありますと、2科目が免除になりますので、 10問のうち6問以上合っていれば合格になりますちなみに受験料ですけれども今までは3400円だったのですが5月の1日から4500円に値上がりするようですなおおつさんの試験問題といたしましてはこのような問題が出題されます自然発火物や菌水性物質なのでだいたいこういう感じの問題ですこれで保有資格30個目の紹介を終わります